こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、全身ユニクロコーデ1、2月編というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあこの時期ですね、1月、2月といえば、1年の中でも最も寒い時期なので、まあ皆さんもですね、ダウンですとか厚手のコートを活用しながら、日々のファッションを楽しんでるかなと思います。本当にファッションの世界では最もですね、着こなしが充実して楽しい時期ではあるんですが、ここで一つ問題点がありまして、 まあ、例年に比べると、今回の秋冬シーズンですね、いろんなアイテムが値上げしているところが多いんですね。そうなると、これまでだったら、なんとかギリギリですね、変えたような価格帯のものも、ちょっと今年は厳しいなという方も少なくないかなと思うんですね。まあ、そんな時に僕たちの味方になってくれるのが、まさにユニクロの存在かなと思います。ということで、今回もですね、全身ユニクロのアイテムだけで、コーディネートが成立するのかというテーマでですね、12月に対応できる できなコーディネートを3つ組んでみましたのでぜひ皆さんの今後の服選びの参考になったら僕も嬉しく思っていますまあ、見ていただくとですねこちらにずらっと今回ご紹介する商品並んでいるわけなんですが おそらくですね、現段階でお店に置いてあるものも多いかなと思います。ものによってはセール価格になってたりだとか、さらに手頃に買えるものもあったりするので、ぜひ皆さんもこの機会ですね、一つの参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで早速一つ目のですね、全身ユニクロコーデ皆さんに解説したいなと思ってるんですが、まず何と言っても外せないのはこちらのアイテムだと思うんですね。今期アップデートされましたユニクロの ハイブリッドダウンパーカーですね。こちらをメインに添えました。やっぱりですね、まあ、様々なダウンを見てきた中で、ナンバーワンのコストパフォーマンスの高さを持つのは、こちらのダウンなのかなと思います。デザイン的にもすごく洗練されていますし、着丈の長さですね。お尻がすっぽいと隠れるぐらいの長さで、大人っぽさもありますし、素材の質感もすごくいいので、まあ、これをですね、メインに着こなしを組むのは、すごくいいんじゃないのかなと思います。まあ、色に関しては、正直ですね、 ブラックかオリーブかかなり迷ったんですね。ただ僕はですね、今回はこのオリーブを選択しました。まあ、ダウンというシンプルなアイテムで僕はブラック系はですね、いくつか持っていたのでちょっと違ったアプローチもいいのかなと思ってオリーブにしたわけなんですがめちゃくちゃ良かったですね。まあ、オリーブの中でもやぼったく見えるような色の風合いではなくてちょっと上品さが漂うようなそういった表現がですね、やっぱりユニクロ上手だなと思いました。まあ、冬場って結構 アウターのイメージって強いかなと思うんですが、ブラック系で重たい感じに振ってしまうのではなくて、オリーブ系でちょっと人との違いを出すのもすごくいいかなと思うので、まあ、セレクトショップとかそのあたりのオリジナルでダウンを買うのであれば、僕はブラックで鉄板を選んでおくのがいいかなと思うんですが、まあ、ユニクロで選ぶのであれば、ちょっとこういったオリーブとかで遊びを聞かせてみるのもいいんじゃないのかなと思います。そしてその内側なんですが、重ね着ですね。 一番下に着てるのはこちらはユニクロ U のロンティーですね。今年の冬結構活躍してるのがこのアイテムで、まあ、ベースのレイヤードアイテムとしてはすごく使い勝手がいいですしフィッティングもですね少しゆとりがあったりだとか重ね着のしやすさも含めてすごい使い勝手がいいのでこれをベースに着ています。その上にですね、これは秋冬のユニクロ U のですね V ネックのニットですね。これはユニクロの中では僕は結構新鮮な感じがしたんですが、結構良かったですね。まあ、僕の中では本当に久々の V ネックでしたが、このですね、ちょっと厚絵のニットで、キザに見えないような V ネックの雰囲気は、なかなか雰囲気が良かったなと思っていまして、今の僕のようにですね、首元、丸首の T シャツと V ネックのニットを合わせていただければ、簡単にコーディネートが完成するので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんこのレイヤードも使っていただきたいなと思います。 ただこれだと首元ちょっと寒いなという場合は、モックネックの T シャツですね。 こちら、ユニコロのインラインでやっています。こういった、ちょっとですね、襟元が高いもので、首元をカバーしてあげると、より暖かさは出せるかなと思うので、そのあたりは皆さん、カスタマイズをしていただきたいなと思います。僕は結構ダウンさえ着ていれば、内側はそんなに着込まなくても、全然 OK という人なので、まあこれぐらいの着こなしでも、全然寒くないかなというふうに思っています。で、ボトムスなんですが、これ、ユニコロのタックテーパードパンツですね。これも間違いのない選択で、この冬もですね、結構生地が厚めの ののでで暖かくてて毎日のように履いいいいいますすこれは使い勝手がいいですね全、まあ、身の中で上半身はオリーブというですね、やや癖のある色ですね。場合によってはすごくカジュアルに見える色を合わせているので、ボトムスはブラックで引き締めてあげるとバランスが取りやすいかなと思っています。まあ、シルエットは少しゆったりめなので、このあたりはですね、好き嫌いが分かれると思います。ですので、ちょっと違和感があるなと感じた場合は、タックテーパードパンツではなくて、スマートアンクルパンツですね。このあたりに変えていただければ、まあ まあもう少しシルエットが見慣れた雰囲気になるかなと思うので、そのあたりはお好きな方を選んでみてください。そして足元なんですけども、まあ正直何でも合うんですね。白系のレザースニーカーで合わせてもらってもいいです。オールスタークップのようなすごくシンプルなものでもいいですし、まあジャーマントレーナーみたいなもので少し癖を出すのもいいかなと思うんですが、まあ、今回はトレンド感のあるニューバランスのシューズを合わせています。これは最近買った1906というですね、ニューバランスの創業年数がネーミングに入っているシリーズ なんですがこちらのビューティアンドユース別注版がですねちょっと明るいベージュカラーで春らしさもあってすごく気に入ったのでこちらを合わせてみましたまあ、ニットの色がまあナチュラルということで少し黄みがかった感じなのでそれとスニーカーの色を合わせてあげるとまあ、全身のまとまりがいいかなと思うので、まあ、このような形でシンプルにコーディネートをしてみましたこの形であればアウターを脱いでもですね着こなしそのまま成立するのでまあ、様々なシーンで使い勝手がいいかなと思いますぜひ皆さん 朝もです、ね、シンプルななな着こなししなのでトライをはい、続いて二つ目の着こなしなんですが、ちょっと綺麗めな方向に振ってみました。今上に着てるのは、ユニコ定番になります、シングルブレストコートですね。こちらもですね、値下げしているアイテムなので、まあ、お近くのショップにあったらチェックをしていただきたいんですが、まあ、僕が今着てるのは、残念ながら今シーズンのものではなくて、まあ、さらに1年前のものになるんですが、 こちらはですね、グレーベースの色合いにヘリンボーン柄が入ったもので、まあ、個人的にもすごく気に入っています。まあ、今シーズンであればブラウン系の色味のものがあるので、そういったもので代用してもらうのも良いのかなと思っています。もともとですね、こういったコートというのは、いわゆるステンカラーコートのような、ちょっと丸みのあってゆったりめのですね、シルエットになっているので、今のトレンド感にも非常に相性がいいかなと思うんですね。丈の長さもしっかりとありますので、ダウンにはない綺麗さを出すことができるので、このようなですね、 ブレストコート1着あると1,2月はめちゃくちゃ便利かなと思いますまあ、こちらをメインに添えながら内側はですね重ね着をしているわけなんですねまずですね一番下に来ているのは 襟元と裾の部分からちょっと覗いているですね。これも先日の動画でご紹介しました。エクストラファインコットンスタンドカラーシャツですね。ちょっとサイズ感がゆったりめのものになってまして、もう名作ですね。めちゃくちゃいいアイテムなので、まさに重ね着の一部として、今時期から着ていただきたいなと思います。春先だと1枚でもいいんですが、今はベースに着て、そしてその上に着ているニットですね。 プレミアムラムのクルネックニットで僕は今シーズンこれ大好きで3色購入したんですが今着てるものはオフホワイトかなちょっとホワイト系の明るめのものなんですが、まあ、こういったものでちょっと着こなしの中に明るさを出してあげるとバランスがいいのかなと思っていますまあ僕は今プレミアムラムを着ていますがその他にもユニクロ様々なニットのシリーズがあるので明るい白だとかオフホワイトライトグレー系であればまあ代用ができるんじゃないのかなというふうに思っていますここでレイヤードを 作っってて内側は少し明るるめに振っているんで、すがでボトムスはですね、今回 UTT ワークパンツを合わせてみました。コートだとかニットシャツというのが結構綺麗めなアイテムなので、まあどこかにちょっとこうカジュアルなアイテムも入れ込みたいなということで、ワークパンツですね、こういった、まあいわゆるこうサイドにポケットがついたようなカーゴパンツに近いようなものなんですけども、こういったものでややカジュアルさを出したんですが、 これも使い勝手めちゃくちゃいいんですよね。全身の着こなしがちょっと綺麗に触れたかなという時には、こういったもので着崩してあげると結構バランスがいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもシングルブレストコートとですね、このようなワークテイストのパンツを合わせる着こなしも楽しんでいただきたいなと思っています。まあ1、2月というとまだまだ寒くはあるんですが、まあ徐々にですね、春の新作が投入されている頃でもあるので、例えばシャツですとか、こういったワークパンツですとか、そういったものは春の新作なんですけど、 一部そういいったもののをミックスしてあげると鮮度の高い着こなしが実現できるのかなと思っていますで足元はです、ね、このようなワークパンツに対してニューバランスも合わなくはないんですが結構カジュアルな方向に下半身がまとまってしまうかなと思ったので今回はですね白のジャーマントレーナーを合わせてみました、まあ、白レザースニーカーの中でもやや癖のあるデザインなんですがこのようなワークパンツとも非常に相性がいいので、まあ、今回は取り入れてみましたこの着こなしもレイヤードですねこのシャツとニットの レイヤードするだけで少しだけ気の利いた着こなしになったりするのでまぜ、あ、ひ皆さんもですねトライをしていただきたいなと思っていますはい続いてラスト3点目の全身ユニクロコーデなんですが今回の主役はですね今こちらに来ているアウター 防風パテットコートですね。これが使い勝手がめちゃくちゃ良くて、意外とですね、1、2月の結構寒い時期でも、風も防いでくれますし、着丈も長いので、まあ十分暖かいかなと思ってまして、皆さんにもですね、ご紹介したいアイテムかなと思います。まあ詳しくは先日の動画見ていただきたいなと思うんですが、価格がですね、さらに安くなりまして、5000円切ってるんですね。まあオンラインではちょっと在庫が見当たらないんですが、ぜひ皆さんのお近く のユニクロでですね見ていただきたいなと思いますまあ、着丈が長くてちょっと綺麗感もあるんですがフードがついていないスタンドカラーというところでトレンド感のあるような見た目になってるんですねこれは主役にするにはもってこいのアイテムかなと思うので今回使ってみたわけなんですがただですねこちら僕はオリーブとブラック迷ったんですけどもこちらに関してはブラックを選んだわけなんですねそうなると今度ボトムスをですねブラックだとかダークグレー選んでしまうと 結構着こなしが重たくなってしまうんですよね。なので結構ボトムス同償化問題っていうのがあって、まあ、そんな時にあると便利なのが今履いているこういった ホワイトですとか、オフホワイト、または、ライトグレーとかでもいいかなと思うんですが、明るめのボトムスなんですね。こういったものがあれば、ブラックのアウターでもですね、だいぶ爽やかにですね、今っぽい着こなしを実現することができるかなと思います。今シーズンはかなり白パンのですね、アプローチが多かったかなと思うんですが、まあ、僕もユニクロで購入したこちら、結構使い勝手が良くて、定期的に使っているんですね。まあ、ちょっと数年前にも白パンって流行ったんですが、その当時 結構細身のシルエットのものが多かったんですけども、最近の白パンはあまりタイトすぎないものの方が鮮度が高いかなと思ってまして、こちらレギュラーフィットになってまして、そんなに太すぎず細すぎずというところで、まあこれぐらいのサイズ感だと多くの大人の男性でも使い勝手がいいのかなと思っています。ちょっと現行でどのあたりが近いかというところはですね、リンク貼っておきたいなと思うんですが、まあこのような白系のパンツでちょっと着こなしに彩りを添えてみました。そして内側に着てるものなんですけども、 まあ一番下には丸首の白の T シャツを着ているんですけども、その上ですね。 これ、動画の中では実は解説をしてないんですね。スフレヤンカーディガンという商品で、実はですね、僕も買っていたんですが、動画も撮ったんですよ。だけども、実はお蔵入りをしてしまったんですね。というのも、在庫がほとんどなくて、なかなか買えない状況だったので、残念ながら動画出さなかったんですが、これもね、使い勝手めちゃくちゃいいんですよね。僕が選んだのはダークグレーなんですけども、単体でもすごく、 着替えするアイテムで、せっかくなんでちょっとコート脱いでおきましょうか。こんな形の見栄えになるんですね。カーディガンなんですけど、ちょっとアウター感覚で着れるような、そんなデザインになっていまして、まあ、人気が出るのもう頷けるようなアイテムかなというふうに思っています。まあ、ダークグレーの色合いもすごくいいですし、あとはですね、肌触りですね。もちっとした風合いも含めて、もう完璧な仕上がりで、結構こういった白パンとの繋がりもいいので、アウターを脱いでも着こなしが成立しますね。まあこういったもの、まだこう 近くのユニにで、チェックをしてていいいたただきたいなと思っていますで足元は白パンに対して少しですね、カジュアル感のあるニューバランスですね、グレー系のものを合わせてみました。白パンにちょっと膝感があるので、僕はグレーのニューバランスぐらいのちょっとやぼったさを出してあげた方が、まあバランスが取りやすいかなということで、今回合わせてみました。まあこのような着こなしというのもすごく簡単で再現しやすいかなと思うので、まあ白パン結構大人の男性にこそ似合いやすい アイテムなんですね履くだけで一発で清潔感が出るのでぜひですね今後改めてチェックをしていただきたいなと思っています はい、ということで今回の動画では全身ユニクロコーデ1、2月編ということでお届けをしました。結構この企画って毎回ハードなんですよね。意外と全身ユニクロって大変で、まずはアイテム自体をですね、買い揃えなくちゃいけないのと、あとは限られたアイテム数の中でコーディネートを3つ組むのはですね、なかなか大変なんですが、まあ、その限られた環境の中でコーディネートを組むということで、まあ、僕自身も良い刺激になっているので、今回もこのような企画ができて本当に良かったかなと思っています。 皆さんもですね、まあ、ユニコーにはもっとたくさんの商品があるので、まあ今回の動画を一つの参考にしながらカスタマイズをしてですね、1月2月の着こなしを存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説ですね、それに関しては僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週にですね、 オリジナルの動画を4本出していまして、そのうち1本はですね、ライブ配信をしてるんですね。皆さんと直接つながりながら、Q&A 形式でどんどんご質問にもお答えしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、動画をチェックできない方のためにですね、オンラインサロンも運営をしています。そちらの方では、写真と文章ベースで、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を行っています。僕の方でも1日2回ですね、記事をアップしていまして、 僕以外のスタイリストの方も記事を書いてくださったりだとかあとは参加している皆さんもですね記事を投稿することができますのでおしゃれ好きの大人の男性が集まってワイワイと楽しむコミュニティになっていますこちらも気になる方は概要欄からぜひチェックをしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに